さあこの時間帯も、はい、モーニングはだいぶ天気が目まぐるしく変わっていて、うん、そうですよね。そう、雨強く降っていたなと思ったら、はい、日差し届いてきて、はい、回復したんですけれど、うん、ユッキー来るときは降ってた、はい、降ってなかったです。降ってなかった、はい、ただ風が強いなっていうのを感じながら来まして、でもまだ降ってなかったです、うん、そう、多分降ってた時間としては30分ぐらいだったので、そうですね、ざっと降りましたよ ね、本当短いタイミングだったんですけれど、はい、あ、ユッキーなんか服装とか変わった、うん、変わりました。そうだよね、はい、やっとダウンを、うん、ダウンコート卒業、うん、やっと卒業したの、はい多分寒がりです私すごい、あの、私ここ数日は迷いに迷って、はい、もう毎日違う上着着てるんですけれど、そうですよね、いや私こう来る時に、うんうんうん、みんながどういう薄、ね、どういう厚さのコート着てるかなんとなく見てるんですけど、いつも奈々さん薄着だなって思って見てました。そうそうそう、帰るだけだしいいかなと思って、うん、でもぴったり大丈夫だった日もあれば、はい、うん、昨日意外と雲が多かったので、うん、若干厚めにしたんですけど、はい、ちょっと寒かったりして、難しい、難しいですよね、うん、本当にすごい難しい、うん、いや、なのでちょっとね、皆さんもうまく調節していただきたいと思います、はい、さあ、そしてこのモーニングの時間帯にいただいていたリポートも見ていきたいと思いますが、タイムラプスだ、はい、埼玉県からいただいたんですけれど、この雲を見ていると天気のこう回復具合というのがよくわかりますね、うん、本当ですね、うん、まあ、日中はこう穏やかな空も広がりそうですけれども、関東では午後にわか雨の可能性があるところもあるということなので注意が必要になりそうです、はい、まあ、また一旦西日本などもお天気回復するということですが、夜になると雷を伴って雨が降る心配がありそうです、まあ、そういった午後のお天気なども含めてこの後サンシャインの時間にはお伝えできればと思います。あとは関東の気温も注目ですね。そうですね、うん、もう本当に夏日になるかもしれないということなので皆さん服装選び間違えないようにお気をつけください、はい、ぜひ皆さんこの後8時からのウェザーニュースライブサンシャインご覧ください。ではこの後ユッキーよろしくお願いします。